先日掃除をさせましたから当分は大丈夫でしょう。バカバカしいとは思いつつもなかなか面白いのです。ほら、例の六軒島事件。六軒島ミステリーの話は先日したでしょ。これが今ネットでブームになっているのです。それをめぐる議論や考察、中でも義書が実に面白い。義書というのは付近の島に流れ着いた後宮マリアの署名のあるボトルメッセージが他にもあったと仮定して書いたもので、返事、返事、お願いよ、返事をして。返事しっかりしろ。お父さんの声が聞こえるか。お願いだから返事をして。返事。返事、返事、よかった。
そなたは幸運だった。偶然にも虚無の海の波間を漂うそなたを見つけたのだ。ひどい姿であったぞ。そなた自身がその姿を思い出すまでに随分と時間をかけた。レアトリーチ、じゃあここは黄金郷だ。ここでお父さんたちはみんなお前が帰ってくるのを待ってたんだぞ。絶対にあなたは帰ってくると信じてた。いや、お前は帰ってきたんだ。そうよ、あなたが私たちのところへ帰りたいと願ったからここへ帰ってこられたのよ。お父さん、お母さん、私は今は何も言わなくていいわ。大変な冒険をしてきたわね。あなたは一人ぼっちで大変な冒険をしてきたわ。これで分かっただろう。もう忘れないだろう。ここがお前の帰るべきところだってことだ。無事でとはとても言えない姿だったけれど、よかったわ、帰ってきて。おばさん、私のことをいくらでも憎んでくれていいから。だからお父さんとお母さんに100万回キスをしてあげて、あなたのことをいつも思っているみんなにもキスをしてあげて。おばさん、あなたのもう一人のお母さんにどうかただいまと言ってあげて。あの日私がそう呼べていれば、私は何も謝ることがなかったかもしれない。私たちは新しい世界を二人で生み出せたかもしれない。もういいのよ、エンジェちゃんは帰ってきてくれたわ。だからもう何も言わなくていいのよ。お母さん、お母さん、ジェちゃん、あなたは私の可愛い娘よ。エヴァ、お母さん、あなたはいつまでも、そして最後まで私の一番の味方だった。Thank you.
リアお姉ちゃんは本当の魔女だったんだわ。マリアは最初から魔女だよ。エンジェだって一度はその領域に近づけたのにね。ううん、本当の意味で分かってなんかいなかった。かわいそうなマリアお姉ちゃんのかわいそうな魔法、そんな風にしか見ていなかった。だから私には幸せのかけらが拾えない、見つけられない。かつてお姉ちゃんは私にそう言ったわ。仕方ないよ、宇宙は二人で作らないと生み出せない。マリアにはベアトがいたけれど、エンジェは一人ぼっちだった。いいえ、もしエヴァおばさんをお母さんと呼べていたら、私は二人だったわ。きっとマリアお姉ちゃんと同じ魔法で私は新しい世界を踏み出せたわ。すべてわらわのせいだ。わらわが面白半分に投じたボトルメッセージはそなたの未来に歪みを生み、そなたを蝕んだ。わらわにもその責任がある。まったくね、あんたのボトルメッセージのせいだわ。そのせいで、あんたの真似をした偽証を書く連中が現れて、どんどんおかしな話が膨らんでいった。のせいじゃないわ。周りの誰がどんな邪推を重ねようとも、私の中の真実はたった一つのはずだった。なのに安易に私はみんなの温かな思い出を手放し、心を彼らに明け渡してしまった。いやいや、そもそもわらわがボトルメッセージなど投じなければ、未来の六軒島はおかしな妄想の種にされることもなかったのだ。すべてはわらわのせいだ。そうね、それもそうだわ。やっぱりあんたのせいだわ。え、素直にそう言われるとカチンとくるぞ。わらわのせいだけでなく、やはりそなたも悪いのだ。そうね、あんたも悪いし私も悪いわ。でもお互い罵り合うのも馬鹿らしい。だって私は未来の魔女、あなたは過去の魔女。未来に生きる私はその魔法で未来を築くべきなのよ。私たちは共に何らかの責任を負うけれど、それを責める資格はどちらにもないわ。エンジェなら、マリアージュ・ソルシエールの教えをきっと理解してくれると思ってたよ。そうね、私はマリアージュ・ソルシエールの最後の一人として、お姉ちゃんの魔法を伝える義務があるわ。マリアの魔法はみんなを幸せにする魔法なの。うん、清らかなる魔法も邪悪なる魔法も思いのままよ。本当ね、魔法は心の持ち方で全く違う姿に変わる。正しい導きがなければ正しい魔法は使えないわ。そして正しい魔法は人を幸福に導くわ。素晴らしいことです。人を幸せにすることこそが魔女が魔法を振るう唯一の理由なのです。その教えをようやく我らが無限の魔女の系譜の最後の魔女に伝えることができて、私は嬉しいですよ。悪かったな、全然伝えてなくてよ。未来の魔女エンジェ・ベアトリーチェ・マリアージュ・ソルシエールは今こそあなたの著名を解く。ウリュー、エンジェはきっと帰ってきてくれるって信じてたよ。おめでとうございます、エンジェ様。あなたたちと共に旅をした日に、私は一度は理解をしたつもりでいたのに、ごめんね、本当にごめんね。魔女は二人でなければ宇宙を生み出せる。未来のそなたは一人だが、
本当に大丈夫か？ええ、大丈夫。私はもう一人じゃないもの。私は生きるわ、みんなと一緒に。そして未来に生きるマリアージュ・ソルシエルの魔法を伝えるために生き抜くことを誓うわ。マリアお姉ちゃんの魔法は私でさえ救ってくれたもの。魔法を必要としている人たちはもっと大勢いる。それを正しく伝え、一人でも多くの人々を救うことがマリアージュ・ソルシエルの最後の魔女の私の使命なんだわ。それは実現できそうか？もちろんよ。そのための力だってあるわ。私の先代様エヴァ・ベアトリーチェがたっぷりと築き上げてくれた黄金の魔法があるもの。私はそれを全て継承しているわね。私がもう少し健康で長生きできてたら全部使い切っちゃうつもりだったんだけどね。お兄ちゃん。な、真実なんて大したもんじゃなかっただろ。お兄ちゃんはこんなにも暖かな世界でずっと私の帰りを待っててくれたのに、私だけがずっと背を向けていたから。お前は真実を知ってしまった。うん。だから誰かが生きて帰ってくるかもしれないっていう奇跡や希望はもうついえちまった。でもお前にはもう未来を生きるための新しい希望や使命があるな。お兄ちゃんがその温かな希望を守ってくれてた。それを私が自ら開いて逃がしてしまった。パンドラの箱より始末が悪いわ。私は知る必要のない真実もそして希望までもすべて逃がしてしまって、すべてを空っぽにしてしまったのだから。いいさ、開けちまったなら仕方ねえさ。それで空っぽなら後くせれがなくていいじゃねえか。下手な希望はかえってトゲになることもあるしな。俺たちはもう死んでる。ひょっとしたら生きてるかもしれないって希望がお前の12年間を生きる糧にしてくれた。それはもうこれでおしまいだ。綺麗さっぱり全部なしだ。